放流の様子寺内ダムは、福岡県朝倉市、一級河川、筑後川、水系佐田川に建設されたダムである。独立行政法人水資源機構が管理する高さ83.0メートルのロックフィルダムで、筑後川水系のダムの中では、下請ダムに次いで、高いダムである。佐田川及び、筑後川下流の治水と、福岡市、 クルメ市をはじめとする両地区地域への利水を目的に建設された多目的ダムで松原、下請ダム、江川ダム、筑後大関及び合わせ諸ダムなどと連携して北部九州の治水と利水に重要な役割を担う。ダムによって形成された人造湖は所在地の救命をとってぎ湖と命名され2005年に当時の天木市からの推薦を受けて 財団法人ダム水源地環境整備センターが選定するダム湖100選に選ばれている。1964年に筑後川水系は水資源開発促進法に基づく水資源開発水系に指定され、これ以降水資源開発公団によって筑後川水系水資源開発基本計画が策定された。この中で寺内ダムは 北部九州の水需要をまかなうべく江川ダムと共に事業計画がなされ1970年より事業に着手された。ダムの形式はロックフィルダム、高さは83メートルで1978年に完成した。目的は洪水調節、不特定利水、灌溉、上水道であり、浅倉市等に上水道、 農業用水を供給する両畜平野用水の水源となっているほか、本ダムと江川ダムと合わせて、筑後大関において、福岡道水を介した福岡地方の旧市九町村への各種用水供給、筑後道水を介した筑後地方の六市八町村への上水道、工業用水、農業用水の供給、さらに、 佐賀東部導水を介して、佐賀県東部西17町村への浄水道、工業用水、農業用水の水源の一つとしての役割を果たしている。福岡導水、筑後導水の供給割と領上、重要なダムである。完成年に、福岡大渇水が起こり江川ダムや中川の南畑ダム、セフリダムが枯渇したが、寺内ダムは普段は使用しない。 デッドウォーターも利用して福岡市に水を供給した。ダム建設に伴い147世帯が水没したが、保証交渉はわずか1年半というスピード打結となった。これは情報開示を積極的に行い、保証基準を一件ごとにきめ細やかに設定、交渉したことで地元住民の信頼を得たことによる、八の素上紛争の教訓を生かした保証交渉でもある。 ダムは、浅倉市内に近い都市型ダムであり、大分自動車道天城インターチェンジを過ぎ、北方面に走ると左側に、ダムの姿が見えてくる。ダム湖は、みなぎ湖と呼ばれ、地域住民の憩いの場ともなっている。福岡地区水道企業団構成自治体、組合は、福岡市、大野城市、筑紫野市、太宰府市、春日中川水道企業団、小賀市、海町、 しめ町末町笠谷町笹栗町久山町新宮町宗方地区組合糸島市福岡県南広域水道企業団厚生自治体組合は久留米市大川市筑後市柳川市大牟田市山市朝倉市宮間市大木町広川町筑前町三井水道企業団小郷市久留米市 立ち井い町佐賀東部水道企業団構成自治体、組合は、佐賀市、神崎市、吉野狩町、木山町、上峰町、宮城町、平成28年度福岡県の水道福岡、県庁ホームページ、w w w p r e f f r o k a l g j p 2 0 1 8年10月14日閲覧。 http://www.pref.fukoka.lg.jp:/uploaded/life/126267502827181 u ミスク PDF ありがとうございます。